どうもこんにちは、メグです。皆様明けましておめでとうございます。本当は年末に、挨拶の動画だったりとかライブをしたいなと思っていたんですけれども、思った以上にバタバタしてしまい、動画を上げることができませんでした。すいません。2020年皆様、私の動画を見てくださったり応援してくださったり、温かいメッセージコメント本当にありがとうございました。今日は短い動画にはなってしまうんですけれども、2020年を振り返って、2011年新たな抱負だったりとか、どうしていくかとか、そんな話をしていきたいと思います。よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは早速スタート。2020年、私はね、ほんと YouTube 漬けな毎日でした。2019年、一昨年の年末ぐらいに YouTube を始めて、その頃は本当にパソコンが触れない機械音痴な私で、動画編集ももちろんしたことがないし、 YouTube に投稿したこともないし、パソコンのねローマ字とかも危ういぐらいで、本当に機械が触れない私だったんですけれども、どうしてもね YouTube がやりたいと思って、まずはスマートフォンで動画を撮って編集をしてあげて、そこからやっぱり YouTube を本気でやっていくんだったら、パソコンで編集したりとかカメラで撮ってやっていかないとダメだなと思って、機械を購入して、少しずつ、自分でね調べて覚えて YouTube を投稿するようになりました。そして去年の春頃に、お声掛けいただいて、エールという事務所に所属することになりました。で、夏からはね本気で取り組むということで、月に20分ほどの投稿をどんぐらい今続けたかな、8、9、10、11、12、5ヶ月ぐらいかな、5ヶ月ぐらいは20本の投稿をしています。月に20本投稿していくというのは、機械に慣れてないというか、まだカメラもね使いこなせてもないし、編集もスピードを速くできるわけでもないし、とても時間がかかってしまう。その中での20本子供を見ながらというのは本当にね、大変って言ったらちょっとなって感じなんですけども、正直大変です。でもやっぱ自分の中で本当にやっていきたいこと、楽しいことだから頑張れるし、なるべくたくさんの動画を出したいと思ってるから本当に頑張れます。皆様が温かいメッセージコメントをくれて、応援してくれる、楽しみにしてくれるっていう言葉にとても励まされてます。そして2011年もたくさんの動画を上げていきたいと思っております。収納、100均購入品だったりとか、ニトリ、無印の購入品、実際にこんな風に使うよとか、収納片付けの参考になるような動画、あとは何だろうな、日常だったりとか、皆様が家事の合間に見て楽しいなって、暇つぶしになるなという動画を撮っていきたいと思っております。これからも変わらずに応援していただけると嬉しいです。そして私に新しい目標ができました。でそれが収納用品を作りたいということなんですけれど、まあ現実的に考えたらどうなんだろう、難しいことかもしれないんですけれども、新しいね夢ができたので、新しい夢という構えからちょこちょこは思っていたんですけれども、実現できるように頑張っていきたいと思っております。そんな感じで皆様、良いお年をお過ごしください。そして皆様にとって素敵な2021年になるように私も祈っております。そんな感じで今日の動画を終わりたいと思います。本当にありがとうございました。そして今年もよろしくお願いします。次の動画からは通常動画になっておりますので、ぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。